君大丈夫？君、現場より通達。こちら西区16丁団地4の3。君、被害者と思われる少年を発見。大丈夫か？至急応援願います。大丈夫、大丈夫だから。私は夫を刺しました。おい、こんなことだ、先んじゃねえ。このガキ知らねえな。さっきの出来事を順を追って聞かせてもらってもいいかな。これがテーブルの灰皿の上に残されてたんだけど、君のお母さんは喫煙者。母はタバコ吸いません。周囲に凶器はなかった。君が見たはずの包丁がどこにも見当たらないんだ。ちょっと木村さん、聞いたんです、ぶっ殺すって。刑事さんお願いします、調べてください。僕のお母さんは絶対殺してません。ああ、俺はお前が召し使い慣れてたから、ぶち殺すぞ。僕だけは知っている。母さんを守れるのは僕だけだと。